前回の動画から続く感じなんですが、本日はここから青梅線に乗って拝島から奥多摩まで終点まで行こうと思います。でもここからじゃなくて拝島から乗るので、まず拝島まで向かいます。編成は乗ってきた、新宿から乗ってきた編成と同じ車両です。まあ、車内は朝の上り方面ということもあって休日ですし結構空いてました。拝島駅からは富士山がちょうど頭を見せていましたね。まだ1月ですので雪もかぶったままです。今まだ雪かぶってんのかな、わかんないですけど、次見る機会があれば富士山また見てみたいと思います。青梅線に乗るのはまたまたホリデー快速の奥多摩号、今度は秋川じゃなくて奥多摩号に乗車します。新宿からやってきましたホリデー快速奥多摩5号、秋川号と奥多摩号が並結してやってきました。切り離し作業を行います。奥多摩号が後ろに下がる形で分割しました。そして先に武蔵スカイ地に向けて堀江快速秋川号が発車していきました。秋川に続くように奥多摩号も後ろをついて青梅線に入っていきます。なんか本物の信号の後ろにビニールをかぶった信号がありますね。使い終わったやつなのかこれから使うやつなのか、でももしかしたら中央線が12両化した時に使うのかな、どうなんでしょう。今左に行ったのが秋川号が通った五日市線の線路です。堀江快速奥多摩号の停車駅は非常に少なく、福生を出ると次は青梅です。現在通過している小作駅も青梅特快は停車する駅になっています。ですので小作駅を通過するのはホリデー快速のみとなっています。この東青梅駅も同様です。この駅から単線になるんですね。多くの233系が並んでいます。おそらく右側は各駅停車の奥多摩駅でしょうか。特別快速は青梅を出たら次は御嶽に止まるので、その各駅に利用する方は右の各駅停車を利用するんでしょう。青梅を出るともう本当に山の中に入っていきます。右側にはもう木が隣接していて、左側は池屋がたくさん並んでいます。もう青梅線は東京アドベンチャーラインという愛称を持ってるんですが、まさにその名にふさわしい景観になっています。この都会でバリバリ働いている E233 系が東京都の山の中を走る、これまたアドベンチャーな光景ですよね。現在あの斜めの屋根はスノーシェッドっていう多分冬の間に雪が線路になだれてこないようにするための設備です。ありがとうございます。次は御嶽です。お出口は右側です。
御岳の次は終点奥多摩となります。列車は御岳に到着。ここから御岳山ケーブルカーに乗って観光に行ったりすることもできます。漢字が一緒ですが、長野県の御岳山とは別物なので注意が必要です。あ、そう、青梅駅に似た名前で、ゆりかもめだっけな、ゆりかもめに青梅駅っていうのがあるんですね。青い海って書く。違いが山水か気変かっていうだけで、という理由で、ゆりかもめの青梅駅にはここは青梅駅ではありませんっていう注意書きが書いてあります。意外に間違える人がいるもんなんですね。まあ、この動画を見ている方は多分間違えることはないと思いますけど、で、乗ってと思ったことが、御岳駅に到着した時刻が、私の愛用しているアプリのヤフー時刻表となんかちょっと食い違ってたので、なん報告しようと思ったけど、なんか分からないのでそのままなんですけど、結構御岳駅の停車時間10分あったので、18切符の方とか下車員集めとかいいんじゃないですか。もう、すげえ森の中を本当にジャングルというかアドベンチャーラインなので、もうその名にふさわしい。トンネルの入る前と後で結構景色が変わりました。住宅街が増えてきたっていう、少し建物が増えたってぐらいですね。結構短いトンネルが続きます。カーブが多くて山を縫ってるとはいえ、それでも列車はね、線路急カーブできないので、それは仕方ないですね。反対側には青梅行きが止まっていました。この列車、回送列車になるみたいですね。この編成というか、秋川号と分割じゃないですか。その列車と同じ、編成で組み合わせないと帰れないんで、東京行けないから、青梅駅に改装されるのかなって感じです。はい。奥多摩駅、結構立派な駅舎ですね。この日すごい寒かったんですけど、中に暖房付きの、待合室があったのですごくあったかかったです。今回の動画はここでおしまいです。高評価、チャンネル登録していただけると今後の励みになります。